こんにちは、今回もベータテストと現行版原神の違いを3点ほど、紹介していきます。それではよろしくお願いいたします。アンドリアスにもベータと大きく違う点があります。お分かりいただけましたか？現在のアドリアスと比較してみましょう。はい、もうわかりましたよね。弓が命中すると、突進してこないようです。マップの描き方も随分違いますね。個人的にはこっちの方がおしゃれで好き。現在のと比較します。最初のシーンに特に意味はないです。マップ開放の部分ね。比較すると結構違いますね。はい、いかがだったでしょうか？今回も3個ベータとの違いを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。